キャプテンジャンであります。今日は僕の兄貴である、中さんのアウディ A6 に、乗った感覚について話してみます。まずすごく安定した、動きをしますね。あまりにもその内側が、揺れることがないんです。僕はアウディをその操縦してみた、運転してみたことがあるんですけれども、これは何でしょう、プレステ中のクラントリスモゲームで運転したことがありますね。その時もすごく柔らかく、なんかカーブとかするときに、その柔らかくできたと覚えてます。パーツのいちいちがな感覚で、プラスチックの材質もすごくいいですよね。これはそのスティックマニュアルではなく、オートマチックなんですけれども、これは何なのか僕には分かりません。こちらの方がそのこの車の所有者である中さんです。こんにちは、中さん。はい、こんにちは。こんにちは。お、형님、お、3개국하시네요。あかん、영어로도찍으시고。判断했다。제가、後ろのシートで、上のランプも、すごく、完璧ですよね。僕は車に関してあんまりわからないので、詳しく説明はできなかったんですけれども、皆さん、随分、この車に乗った感覚を、そのビデオを見ながら感じることができると思います。今回は、次は、その外側からこの車を見た感覚をビデオでお伝えいたします。では、ありがとうございました。